里崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、そこをという形で、はい、今入ってまいりましたけれども、はい、中日の又吉選手、うん、FA してましたけども、はい、なんとですね、うん、今報道が出てですね、うん、ソフトバンクへ、4年総額6億円で移籍が決定しました。はい、ね、いや、決断って書いてましたね。そうですね、うん、まあ、プロ野球選手はね、はい、まあ、どういう FA するときにね、うん、法則があるんですけど、はい、まあ、それはね、うん、FA の、会に話してるんで、ね、うわ、あったなまあ、又吉選手がね、はい、どの部類に行くかはね、うん、僕は知りませんけどもね、うん、皆さんそこをね見てください。あとですね、うん、又吉選手なんとですね、はい、C ランクなのかなと思ってたんですよ、うん、人的保障も金銭の保障もいらない、何ももう無条件で移籍できる C ランクかなと思ってたら、はい、うん、なんと B ランクそうなんですらしいのよ、A、でね、ちょっとここでね、うん、FA のおさらいね、うん、まあ、そのランクっていうのはですね、うん、各球団ごとに、まあ、全球団、まあ、又吉だと中日の、はい、今年の年俸の総年俸、うん、外国人をのけて、はい、1位から3位を A ランク、4位から10位を B ランク。あ、じゃあ10位までに入ってるってこと。そうそう、で10位以下の選手を C ランク、うん、で A ランクと B ランクの選手が保証対象で、ランク付け対象は日本人選手のみで、うん、外国籍選手は除くと、はい、で金銭保証、ね、移籍先球団はランク A の選手獲得の場合は旧年俸の 50% で、ランク B の選手を獲得する場合は 40%、うん、まあ、前の球団へ支払わなければならない。で人的保障の場合は移籍先球団は全球団を指名した上記の獲得制限外の選手1名を与えなければならないと、うん、ただし全球団が求めない場合は、だから選手いらないよと、お金だけでいいよっていう場合は、ランク A の選手の場合は30%、ランク B の選手の場合は 20% をプラスアルファで支払わなければいけない。なるほど。でちなみに、人的保障なしの場合、うん、A ランクの選手を取る場合は旧年俸の 0.8 倍の金額だから、要は1億円の選手だと8000万円を払わなきゃいけない、うん、で人的保障がある場合は 50%、はい、だから5000万プラス人的保障の選手、はい、でB ランクは人的保障しない場合は 0.6 だから1億円だと6000万、はい、でもし選手を人的保障の選手をもらう場合は 40%、うん、だから4000万、1億円だとね、はい、うん、で C ランクの選手は保証人的金銭ともに不要っていう。あ、じゃあ A と B の違いってその払う金額が多いか少ないかだけなんですね。そうそうそう、うん、人的保証は一緒なんですよ、はい、だから金額面が 20%、はい、変わるっていうね。そう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 、うんうんうん、っていう場合で今回ね、又吉選手は B ランクということなので、はい、中日はソフトバンク側に、うん、まあ、選手いらないよっていう場合は、まあ、金銭 60% もらえて、はい、人いるよっていう場合は 40% と、まあ、人がね、うん、もらえるというところで、はい、28人プロテクトですね。プロテクト、うん、できるんで、はい、まあ、ソフトバンクはね、うん、こっから、まあ、でもソフトバンクにとったら大きいよね。まあ、今年だから岩崎モイネロ、うん、森がね、うん、全員離脱する中で、はい、まあ、リーフね、坂東とか、うん、まあ、加山とか、はい、頑張ってきましたけども、うん、ちょっと全体的にはね、ちょっと苦しいっていうところもあって、はい、でサイドスローの変化でね、うん、又吉を取れるのは非常にソフトバンクとしては大きいですし、はい、でプラスアルファは又吉としても4年総額6億円、うん、4年総額6億円って何やって気にならないですか。総額って何っていう。私的には6億を4年に分けて、ただ1億5000万じゃんね、はい、でも総額っていうのは出来高込みなんですよ。ああ、だからひょっとしたら1億円プラス出来高5000万なのかもしれない、うん、だから足して1億5000万みたいな。じゃあ6億から上に行くことはないってことですか。ない、上限6億円ですよみたいな。そうそうそう、最大6億円、はい、だから俺の予想は1億円プラス出来高5000万か、はいはい、1億2000万プラス出来高3000万で、1億5000万にして4年契約で、6億円が総額っていう意味です。総額だから、だってそ年俸だと総額っていう必要ないから。そっか。え、じゃあもし、まあ、こんなことは言いたくないですけど、うん、2年活躍しました、うん、でも4年契約、うん、3年目4年目はなかなか活躍できませんでした、うん、それでも一応年俸は下がることもないし、だから複数年契約のメリットとしては、はい、悪くなっても下がらないけど、良くなっても上がらない。
でも4年間は絶対給料くれるっていう。だし大体4億近い値段がもらえる。そう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 、 6億近いの、うん、へえ。ちなみに推定年俸、はい、これね公表じゃない金額がランク付けになるから、はい、公表だと C だけど本当はもっともらってるパターンもあるんだよ。だからこの順位ランク付けが難しいんだけど、ねうんまあ、ちなみに公表だと4200万又吉の年俸が、うん、だからもし 60% としても2400万ぐらいしか払わなくてもいいから、5000万としても2000万しか払わなくていいから、うん、2000万プラス人的保障みたいな感じだね。はい、で球団はいくら払ってるかって知ってるわけじゃないですか。選手はね、うん、選手だけね、球団も知ってるじゃないですか、うん、だから球団がランクってつけるもんなんじゃないんですかね。そうだから球団も知ってるよ、はい、でもその俺らは分かんないじゃん、はいうんうん、何ランクか、はい、だからそういった面でもだから本当はもっともらってるかも分かんないよね。うんでも4200万だとしたら、まあ、1億円プラス5000万かも分かんないよね、はい、そしたら5800万アップだから、だいぶアップですよ。そう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 、うん、わーいいですね。でもそうなった時によ、はい、じゃあ次に行われるのはプロテクトだね、はい、ソフトバンクで誰が漏れるのかっていう、うん、まずそこ考えちゃいます。えポジティブよ。あ、そうか、欲しい選手が取られるんですもんね。そうだよ。そっか、いるって言われて取られるんですもんね。人的保障なんてもうポジティブの極みよ。確かに。な、え、ネガティブ？いや、そう言われたらそっか、プロテクトなんか外れちゃう人ちょっと、外れたのってなっちゃうと思ったけど。だってよ、はい、いらんって言われてんのが目にしめて分かって、はい、しかも欲しいって言われて出ていくって最高しかないじゃん。そっか。だってそのまま球団残っててもよ、まあ、プロテクト外れてるか外れてないかは選手は分かんないのね、はい、で逆によ、外れてんのに残留した場合はよ、期待値薄いわけじゃん。そっか。いわばよ、はい、まあ、いなくなってもいいよみたいな、はい、だから絶対いなくなったら困る選手はプロテクトされるわけじゃんね、はい、だから要は球団からもそんな期待しなかったんや。あでも欲しいとこ行けてよかったじゃん。欲しいって言ってくれるとこですもんね。ああでもよ、うん、プロテクトされたかどうかも分かんないけどいて、本当はプロテクトされてないのに残留した場合地獄よ。うわーそうですね。だから、うん、いわば一番ネガティブなのはプロテクト外れてんのに取ってくれなかった選手たち、はいうん、が一番ネガティブなのよ。まあ、自分がされてるかされてないかも分かんないけど、分かんないけどね、うん、だからあの人的保障はポジティブなのよ、うん、めっちゃポジティブだ。だって楽できた坂井投手とかもすごい活躍します。そうそうそう、で、だからそういったところで、うん、小野もね、はい、そうだ、ロッテ来て一軍にずっといるわけじゃん、うん、で要はそのチームから いるけど順位付け決めなきゃいけないわけじゃん、はい、だからまあ球団としてはいるけど泣く泣くいらない方に入れてるから本当はいるよっていうかも分かんないけども、うん、もう客観的に見たらいらないじゃんね、はい、外れてんだから、まあ、球団とは渋々かもしれないけど、ないけど結果だけ見たらもういらないわけじゃんね、うん、そうそう、うん、でもそれでそんなから、うん、欲しいって言われてドラゴンズに行くわけやろ、うん、ポジティブしかないよ。あいいですね。そうですね。で、そしたらソフトバンクでは一軍にも入れなかったのに、うん、いわばドラゴンズ行ったら一軍に行けれるかもわかんないし、うん、でまあ、パリーグからセリーグになったことによって、はい、ひょっとしたら何かが合うかもわかんないじゃん、うん、ポジティブしかないよ。うわ確かに超ポジティブだ。そうだよ、はい、だからその中でひょっとしたら、うん、だからまあ上林とか、あひょっとしたら外れてくるかもわかんないね、はい、でもチャンスだね。私中日だったら外野いないからね、うん、大島しか今、うん、確かに、だから逆に行けた方がいいね。チャンスかもしれない、うんうん、あとは中谷とか、はい、正子のちょっと右、はい、もう外野いないからしかも右の外野とか欲しいじゃん、ね、まあ、中谷阪神からトレードで来たばっかりだけども、はい、まあ、ひょっとしたら28位に入らない可能性もあるし、うん、チャンスじゃんね。そうですね。俺だったらもう外してくれと思うよ。外してくれ取ってくれみたいな。ちょっともう最近もうここが疲れそうだから。そう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 。あとは野手だと、うん、内野だと、あとここ駆け引きがあって、はい、ベテランだから若いやつで取られる可能性あるじゃん、うん、ベテランは取らへんやろうで長野選手みたいなパターンですね。そうそうそう、長野内海パターン、うん、あのこう駆け引き失敗、はい、駆け引き失敗パターンって、うん、駆け引きで外れからかもしれないのが証。ああいるよ、はい、本当は入れたいんだよ。入れたいですよ。入れたいけど、うん、若いやつ守らなきゃいけないから、はい、来年36歳の明石、うん、そんな取らへんやな。そんなベテラン取らないでしょっていうね。駆け引き外し、はい、あるかもわかんないね。あれそうですね、うんうん、でキャッチャー、まあ、キャッチャーはちょっと、まあ、誰かは外れるかもわかんないけどいるよね、うん、やっぱ下位から下を育てなきゃいけないから。そうですね。だからピッチャーとかだと、うん、どうやろうな、高橋うん、順とか、うん、ひょっとしたら
C の大竹とかね、C のとか、ひょっとしたらひょっとするよね。あと左そんないらないでしょ、香山みたいなね。いやいや、だから絶対や、絶対いらないところは取らないでしょみたいな。左いるからっていう、そうそう、服とかもいるし、はい、無理にいらないよね、うん、だからそこの今ドラゴンズが欲しいと思っているところは防いで、うん、絶対いらへんやろっていうところを外す駆け引きもあるから、うん、そうですね、そこら辺もあの駆け引き外しあるからね、うん、そういったところも、はい、まああるかなっていうところはあるけどね。うわ、ちょっとここも注目ポイントですね、誰が。そうそうそう、でもドラゴンズは多分誰か取りに行くと思うんだよね、うん、まあ取った方がいいしね、はい、そういった意味ではね、うん、しかもそのこれが2億も3億もいったら、はい、結構あのパーセンテージでかいじゃん、うん、2割の、はい、でももし又吉が5000万前後ぐらいだったら、うん、そんなでかくないから ね、 そ、 うですね、それだったらやっぱりその生きのいい選手取った方がいいんで、うん、まあ、でも欲しいと思う方がいたらね、うん、でも今分けた選手とかひょ、まあ、別に行っても俺はいいと思うけどね、ドラゴンズチャンスあるからね、うん、はい、やっぱ試合に出た方がね、うん、そうやって人的保障とかトレードになってすごい良くなった人もいるし、うん、俺はもう人的保障はポジティブだと思ってるから、はい、まだ出るチャンスのあるチームというところ、ね、そうそうそう、まあでもね、まあ、今日速報をお伝えしましたけど、はい、まあ、でもちょっとドラゴンズとしてはちょっと又吉が抜けるのはね、今年祖父江福マルティネス、マルティネスがオリンピックで抜けたりしながら、うん、状態上がらない中でね、又吉がかなり中継ぎ陣をね、うん、締めたっていうところで、やっぱピッチャーの防御率もね、はい、全体的に良かったっていうところもあるんで、うん、それがちょっと又吉が抜けるっていうのもね、うん、まあ、その代わり来年だから中日は田島とか、はい、あと鈴木宏とか、うん、そこら辺がね、この又吉の代わりをしなきゃいけないんで、うん、逆に言うと又吉が抜けたことによって、うん、そいつらはチャンスだから喜んでるわけよ、はい、よっしゃいなくなったみたいな、確かに入れるって、そうそう、だからそこでしっかりね、うん、形を見せていけばね、自分のポジションできるんで、はい、まあ、そこはちょっとそこで補いたいなっていうところもあるし、うん、ソフトバンクとしてはやっぱりね、サイドっていうのがちょっといなかったんでね、はい、でそこはそのあのつもりとかだけだったんで、うん、そういった意味でもあの戦力補強としてはかなり大きなね、うん、ソフトバンクマネーで、まあ、いい選手取ったんじゃないのかなと思います。はい、はい、まあね、続報はまた誰がどうなるかはね、お伝えするとともに、うん、はい、まあ、今回ね、こういった形で今情報が入ってきたんでね、はい、動画にしてみました。